曹操って実派弱小勢力だった頃は強いけど、強くなったら逆に弱くなる補正がかかっているんじゃないか、とかいうよくわかない考察をしている、意味不明なゆっくり霊夢です。呂布に本拠地である遠州を乗っ取られて曹操はあわや滅亡のピンチになったんですが、なんやかんやこれを乗り越えたりしてるんですよね。しかし石壁の戦いで孫権に負けたり、馬超と戦ってあわや曹操自らが撃たれかけたりするという失態も犯しているという。このお茶目さも曹操が人気の理由だと思う、ギャップに弱い悟りです。今回は皆様が大好きな第一次北伐。というか、外帝の戦いをメインに紹介していこうと思うわ。諸葛亮は第一次北伐以降、何度も魏を攻めているものの実際勝つチャンスがあったのはこの第一次北伐のみだったと私は判断しているのよね。むむむ。それだけ惜しい戦いだったというわけですか。じゃあまずは第一次北伐までの流れを軽く紹介するわ。時は223年。この時の蜀はもう最悪だった。関羽が繁盛の戦いで魏、呉連合軍に負けて敗北したのを皮切りに、劉備もごと異様の戦いを起こしてこれに大敗して大量の兵士を失ってしまった。幸い、劉備は異様の戦いの敗北後に無事に撤退してごと同盟を結ぶという手はずになっていたものの、そんな大事な時期に劉備が病死しちゃってこのごと蜀の同盟は白紙に戻っちゃったのよ。そして劉備が亡くなってその子である劉禅が蜀の二代目皇帝になると蜀の南方では反乱祭りになるし。参っちゃうわね。むむむ。典型的な滅びる国家の流れをたどっています。ただ、蜀にとって幸いだったのはこの時の魏の初代皇帝曹丕がご討伐にお熱になっていてあまり蜀に攻め込まなかったことね。そして後も魏に負けなかったし。この隙に諸葛亮は投資という臣下を孫権のもとに派遣し、劉備の死後曖昧になっていた蜀と呉の同盟を締結させ、その合間を縫って蜀の南方で反乱を鎮圧して225年にこれを討伐した。そして富国強兵をしながら着実に義を打つ準備をし始めたのよ。むむむ。さすがは諸葛亮です。立て直しが早すぎる。そして228年。諸葛亮はついに大軍を率いての北伐を実行することにした。この戦いにあたって諸葛亮は豊破隊に作戦を張り巡らせており、その作戦の一つには毛達の離反も入っているわ。毛達はかつて蜀から魏に寝返った男であり、魏に下った当初は魏の初代皇帝曹丕の寵愛、その他魏の親友が何人か、いたので平和に過ごしていたものの、魏の皇帝曹丕が病死して二代目皇帝曹営が即位すると、毛達は曹丕の後ろ盾を失い、しかもこの時期に魏の親友も折り悪く全員病死して魏に居づらくなっちゃったのよ。所詮毛達は蜀から魏に亡命した武将だからね。諸葛亮はこの毛達の心を読んで彼に手紙を送って再度蜀に寝返らせることに成功したの。毛達派謀領、重領。西条の三つの合併した領土を持つ新城大主ですからね。彼が諸葛亮にこうしてくれれば楽に北伐できます。まあ後にこの毛達の謀反は魏にバレ、魏の武将である芝居が毛達を神速で撃ったために諸葛亮はこの毛達の謀反の益を受けることはなかったんだけども。まあとはいえ、諸葛亮は大軍を率いて北伐を敢行。この時の魏の人々は、蜀で名将と呼べる人物は関羽のみ、ともっぱら主張してたし、その関羽の死後、蜀で唯一警戒しなければいけない人物は劉備のみだと言っていた。実際、劉備が亡くなってから数年間蜀は魏に攻め込まなかったわけだからね。だからこそ魏の皇帝曹丕は蜀を無視して呉を攻めたわけで。なもんで蜀の北方の軍は全く蜀軍に対しての備えをしてなかった。なもんで蜀が北伐をしてきた、という報告がされると、魏の朝廷の臣下たちは大いに動揺したの。実際、諸葛亮自身が祁山を攻めただけで南安、天水、安定の三軍は簡単に寝返って漢中付近の人々も大いに震え上がったらしいし。これ、今思えば魏側は毛達を事前に排除できてよかったですね。もし毛達が諸葛亮にこうしていれば北方のほとんどが蜀に寝返った可能性もあるんじゃないでしょうか。さて、この北伐において諸葛亮は軍を二分させているわ。
諸葛亮自身は祈願を攻め、別動隊の趙雲、董子には夜国道を経由して尾を攻撃する、という風に見せかけておとり部隊を引き入らせて帰国を攻めさせたのよ。この戦いはよく諸葛亮の慎重さが出ている戦いだと私は感じるわ。紀延という将軍はこの時諸葛亮に聞けば長安を守っている。夏侯豪は曹操の娘と結婚しており無能で臆病とか。私に精鋭五千を授けてくれれば宝中より出撃して四五道を通り10日足らずで長安に到達できるはずです。夏侯豪は私が来たと知ればすぐさま船に乗って逃げるでしょう。そうすれば長安に残っているのは魚師や強調大衆だけ。兵糧も長安を脱出すれば確保できるでしょうし、東から、魏の援軍が来るまで20日ほどかかるはずです。諸葛亮様が夜国ルートから長安に来ても十分に間に合います。こうすれば一戦にて咸陽より西を蜀のものにすることができます、と言ったの。しかし諸葛亮はこの義援の作戦が危険すぎて、安全に老優を確保した後に西北を完全に蜀のものにしてから万全の体制を持って長安に、攻め込めば 100% 蜀の勝ちなのでこの義援の検索を却下したの。まあそうですよね。西北の領収さえ確保できれば諸葛亮というか、蜀は何度でも長安を攻めることができます。そうなればどんな下手くそな軍事をしてもいつかは長安、並びに義の人である洛陽を奪取できるでしょう。さて、こうして諸葛亮は地道にことを進めていたものの、老優あたりの義の諸軍は軒並み蜀に寝返ったものの、老成大衆の勇祖という人物だけが蜀に寝返らずに徹底抗戦の構えを見せてきたの。おそらく諸葛亮としてはこれに参ったわずよ。老成を落とせずして北方の制覇なんて口が裂けても言えないからね。しかも、勇祖はあらかじめ民や管理たちに、私に得はない。その証拠に義の諸軍は蜀の兵士が来ただけで全部が降伏してしまった。これは君たちにとって不合になるチャンスである。しかし私は大使として軍を守る立場にいるもの。故に蜀と戦わねばならぬ。君たちは私の首を持って蜀に投降するとよい、と呼びかけたの。この勇祖の覚悟を聞いた人々は大いに涙を流しながら、私たちはあなたと同じく命を懸けて戦います。どうして裏切りましょうか、と言って一致団結し始めたのよ。むむむ。国家のピンチになって心が一つになっています。人々の覚悟を聞いた勇祖は、君たちが蜀に投降せぬというのならば一つ策を授けよう。今、東の南安、天水の二軍の大衆は逃亡したので蜀軍はすぐさま我らの軍を攻めてくるはずだ。我が策は単純で敵を破るのではなく、ただこの地を固く守ることだ。中央からの援軍が来れば蜀軍ごとき簡単に破ってくれる、わずだしな。そうすれば諸君らはお国から多大なる褒美を得ることができるわず。まあもし中央から援軍が来なかったら来なかったで、その時は私の首を手土産に諸軍に投降すれば諸君らは諸葛亮から褒美をもらえるわずだ、と宣言し、彼らは一致団結して城を守ったの。その後、諸軍が老成を攻めてくると勇祖は城の上から蜀軍の大将に、お前らが東の援軍を立てば我らは一月もせぬ間に戦いもせず自分から降伏するであろう。それができねばこの戦いは無駄だ。と宣言して蜀軍を攻撃しだしたの。もはや北方の義軍では蜀軍に勝てません。義は完全に中央からの援軍頼みです。そうして諸葛亮が老成攻略に手間取っているうちに、ようやく義の皇帝曹営も動き出して無能な夏侯豪を長安から更迭してその代わりに大将軍曹真を派遣して彼に蜀軍の別動隊である趙雲、董子の攻撃をさせ、歴戦の名将である趙高に諸葛亮軍本隊の撃退を命じた。そして曹営自身も前線である長安まで申請してこの二人のサポートをしたの。皇帝が前線に行けば諸将に命令の伝達もスムーズに行くし、皇帝が近くにいるだけでも兵士の士気は上がるもんだからね。まあ老成が落ちたら完全に長安が蜀軍の射程圏内に入ってしまいますからね。曹営としてもそれだけは避けたかったんでしょうね。さて、諸葛亮は自分の元にやってくるであろう長江軍の相手をする必要があった。これに多くの諸将は、歴戦の将軍である義援や護衛を長江とぶつけるべきです、と主張したものの、
ここで諸葛亮は愛弟子である馬謖に大軍を率いらせて街亭で長江と戦わせたの。馬謖は軍事経験こそ歴史書に記されていないものの、めちゃくちゃ軍略の才能がある男だと言われていた。そして諸葛亮はそんな馬謖の才能を愛していたので、諸葛亮は馬謖と会うたびに昼から夜にかけて議論をしていたの。まあゆえに諸葛亮はこの大事な任を馬謖に任せたんでしょうね。むむむ。諸葛亮は馬謖の才能を信じたってわけですか。そして馬謖は街亭に到着すると、長江軍を迎え撃つためにあえて街亭には布陣せずにその近くの山の山頂に陣を作ったの。なんで馬謖が山頂に陣を作ったのか、と言われると私は兵法の初心者なのでこれは想像になるんだけど。おそらく馬謖は長江を撃退するために山頂に布陣したんだと思うのよね。いにしえの名将である長者も山頂に布陣して敵軍を撃退したし、もし長江軍が諸葛亮軍撃退を優先して街亭の道を通り抜ければ、馬謖は進軍中の長江軍を山の上から吸収できる。それに長江が馬謖軍を警戒して街亭の道を通らずに馬謖軍を攻めてきても馬謖がいるところは山の上なのでそう簡単には撃退されない。兵法書にも、戦いは交渉を取った方が有利、だと書かれているからね。なぜか馬謖の部下である王兵がこの山頂布陣に反対してきたけど無視だ無視。むむむ。山頂布陣ですか。いい響きの言葉です。実際、長江の立場から見てもこの馬謖の山頂布陣をどう崩すかは難しかったはずよ。時間さえかけて良いのならば歴戦の将軍である長江にも何かしらの手立てはあるんでしょうけど、もし諸葛亮に攻められている老政が職軍の手に落ちてしまってはいよいよ北方が職に取られてしまう。そうすれば諸葛亮は、別動隊である趙雲らと協力して攻勢に出てくるはず。今でこそ宗信が趙雲らの足止めをしているけどこれがいつまでもつかはわかんないからね。まあでも長江は街亭を無理やり突破せず、馬謖がこもっている山を包囲したんだけどね。相手が持久戦を望んでいるのならばこちらも持久戦をやるまでよ。ええ、それじゃあ相手の思うツボですよ。大丈夫なんでしょうか。まあ大丈夫じゃなかったのは馬謖軍なんだけどね。なんと馬謖がこもっている山には水源がなく、長江が包囲するだけで馬謖軍は水が飲めなくて勝手に疲弊したのよ。そうして士気が最悪になったのを見た長江は馬謖軍を攻撃し、楽々これを大破したの。馬謖軍はたった一回の敗戦で星のように飛散した。ものの、ここで馬謖の部下である王兵が兵士千人を率いて必死に太鼓を叩いていたの。これを見た長江は王兵軍の士気が高い原因は周囲に伏兵を隠しているからだ、と邪推して王兵を攻撃しなかったの。その隙に王兵は敗残兵をまとめ上げて撤退し、長江の方も堂々と軍を率い諸葛亮の元に向かったんだけどね。まあ長江としても街亭を突破できた以上はリスクを取る必要はないと考えたのでしょうね。この馬謖の敗戦を受けた諸葛亮は送信、長江の両名からの攻撃を受けることになるのでもうどうしようもなく撤退することにしたの。その後、長江は南安、天水、安定軍を奪還し、送信の方も趙雲ら別動隊を撃破して長江と合流した。こうして蜀の第一次北伐は失敗ということで幕を閉じたわ。惜しいところまでは行ったんですがね。これ北伐が失敗した原因は馬謖というよりも諸葛亮のせいですからね。諸将は馬謖じゃなくて義援や護衛を推薦していたわけですし、その反対を押し切って馬謖を抜擢したのは諸葛亮ですから。さて、この後、三国志演義では馬謖はものすごく悲しい死を遂げることになるものの、正史だとちょっと違う記述がされているの。まず馬謖伝の記述では、馬謖は敗戦した後投獄され、その後に亡くなった、という曖昧な書かれ方をしているの。これだと処刑されたのか病死なのかがわからないわ。そして問題なのが功労伝の記述。功労伝によると、功労は馬謖と親しく、馬謖が逃亡した際に功労は彼と親しかったのであえてこれを見逃した。故に諸葛亮はこれを知ると功労を罷免した、という記述があるの。この記述を見ると馬謖は戦いに負けた上、さらに逃亡までしているので絶対に処刑されたと私は思っているわ。泣いて馬謖を、
切るということわざがあるものの、もし馬謖が逃亡せずにきちんと罪を認めていれば諸葛亮からの特別扱いを受けて処刑だけは免れたんじゃないのかな、とも感じているわ。将軍が絶大な権力がありますが、同時に負けた時にも大きな責任が降りかかるものです。思うに戦いの経験が浅かった馬謖にはこの覚悟が足らなかったのではないんじゃないのかな、と感じました。さていかがでしたでしょうか、今回のお話は。もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。食ファンにしてみれば一番ワクワクする戦いでした。それじゃあ今回はここら辺で。